ロス・ウィリアム・ウルブリヒトは、アメリカ合衆国の元麻薬売買人及び、ダークネットマーケットの運営者。ウルブリヒトは2011年にウェブサイト、シルクロードを開設し、逮捕される2013年まで運営していたことで、最もよく知られている。ウルブリヒトはまた、ドレッドパイレート・ロバーツという偽名を用いていたことでも、知られる。ウルブリヒトは2015年2月に、資金洗浄、 コンピュータハッキング、不正身分証明書の不正取引の凶暴麻薬不正取引の凶暴で、有罪判決を受けた。2017年時点で、仮釈放なしの終身刑に服している。2017年に合衆国、第二巡回区構想裁判所は一審の有罪判決、及び刑の宣告を指示した。ウルブリヒトは、オースティンの都市部で育った。彼は元ボーイスカウトであり、 最高位のランク、イーグルスカウトを達成していた。彼は、ウェストリッチ中学校に通学した後、ウェストレーク高校に進学し、2002年に高校を卒業した。彼は、テキサス大学ダラス校に、全学給付の大学の奨学金で進学し、2006年に、物理学の学士号を取得し卒業した。彼は、その後ペンシルベニア州立大学に進学し、そこでは、 材料工学の修士課程に在籍し、結晶学を学んでいた。ウルブリヒトが卒業するときに別れは、リバタリアニズムの経済理論により、興味を持つようになっていた。特に、ウルブリヒトは、ルートビ・ヒホン・ミーゼスの政治哲学に固執し、ロンポールを支持し、自身の経済の見解を論ずるために、大学のディベートに参加した。ウルブリヒトは2009年に、 ペンシルベニア州立大学を卒業し、オースティンへと戻った。この時までにウルブリヒトは、正規雇用は満足できないと見ており、起業家になることを望んでいたが、最初の彼の事業は失敗に終わった。彼はデートレードを試み、ビデオゲーム企業を始めた。最終的にオンラインの中古本販売、グッドワゴンブックスを設立する手助けとするために彼は、 友人のドニー・パルメトリーと協力した。彼の事業はわずかな成功を収めたが、ペンシルベニアのクサレーンの彼女と別れることになったことで、ウルブリヒトは不満を抱いていた。早ければ2009年にウルブリヒトは、法執行期間を避けるために、トアとビットコインを使用するオンラインのブラックマーケットを設立するアイディアを検討していた。トアはデータを暗号化し、 最終目的地に到達する前に IP アドレスの匿名化を行う中継サーバーを通じてインターネットトラフィックをルーティングするプロトコルである。トアのサイトとして自身のマーケットをホスティングすることでウルブリヒトは IP アドレスを隠すことができた。ビットコインは暗号通貨であり、すべてのビットコインのトランザクションはブロックチェーンのログに記録される一方でユーザーが 自身のオンライン上の財布と身元の紐付けを避ければかなりの匿名性で取引を行うことができる。ウルブリヒトはシルクロードのログインにドレッドパイレーツロバートを使用した。しかしそのアカウントを使用していたのは彼だけだったのかは論争になっている。ドレッドパイレーツロバートはシルクロードマーケットプレイス創設のインスピレーションはサミュエル・エドワード・コンキン三世の作品と アロングスイドナイトのおかげと考えていた。ウルブリヒトはグッドワゴンブックスのサイドプロジェクトとして2010年に自身のオンラインマーケットプレイスの開発に着手し始めた。彼はまたシルクロードの運営中に散発的に日記をつけており、最初のエントリーでは開設前の自身の状況を述べ、彼は自身のベンチャーを通じて2011年を繁栄の年にするだろうと予測した。 ウルブリヒトは自身のリンクトインページの記述においてシルクロードについても言及している可能性がありそこでは人類の弾圧政治と攻撃の利用を廃止する手段としての経済理論を用いることが自身の望みだとし私は組織的な力の行使がない世界に住んでいるような直接的経験を人々に与えるための経済的シミュレーションを作っていると主張したナサニエル・ポッパーは シルクロードの創設はウルブリヒトが大学後の事業の失敗で貯蓄の大半を使い果たしてしまった後の自暴自棄の行為によるものだと述べた。ウルブリヒトは逮捕前にサンフランシスコに移っていた。FBI によりサイトが差し押さえられた後オリジナルのシルクロードに表示された画像2013年中頃、シルクロード事件に DEA と共に取り組んでいた IRS の調査官、ゲイリー・アル・フォードにより、ウルブリヒトが最初に、ドレッド・パイレーツ・ロバートに接続したことが突き止められた。2013年10月、ウルブリヒトは、サンフランシスコ公立図書館のグレンパーク文館で、FBI に逮捕され、サイトの背後にいる、支配人だと非難された。逮捕時に、サイトの運営に用いていた。 ノートパソコンのデータをウルブリヒトが暗号化または削除するのを防ぐために二人の捜査官が口論する恋人同士を装った。彼らが十分に彼の気をそらした時に第三の捜査官が彼のコンピュータを持ち去り USB フラッシュドライブを挿入しハードドライブの全データを複製した。クリス・ターベル捜査官がウルブリヒトに逮捕状を提示した。ウルブリヒトは資金洗浄 コンピュータハッキング、麻薬の不正取引の凶暴及び殺人の終戦の罪に問われた。殺人終戦罪は起訴から排除されたが、証拠はウルブリヒトの判決に含まれていた。2015年2月に陪審員の審理が終了した後ウルブリヒトは残り、すべての罪で有罪評決を受け、2015年5月29日に仮釈放なしの終身権が言い渡された。 検察官は6件の嘱託殺人契約のうち1件も起こらなかったと考えていた。1件の殺人終戦罪はメリーランド州で行われる分離裁判で処理されることになり他の5件は提出されることはなかった。彼の弁護士は2016年1月12日に検察側が シルクロードの捜査での DEA 捜査官の不正行為の証拠を不法に保留しているとの主張を中心に控訴した。2016年10月6日に控訴審の口頭審理が開かれた。2017年5月31日、合衆国第二巡回区控訴裁判所は、ウルブリヒトの控訴を否定し、有罪判決及び合衆国巡回裁判官のジェラルド・イーリンチによって書かれた、 意見書に基づく終身刑の宣告を肯定した。ウルブリヒトは二人の連邦捜査官の汚職は考慮されるべきであり、判決は厳しすぎると主張した。刑の開始時にウルブリヒトはニューヨークのメトロポリタン強制センターに投獄された。2017年9月時点で彼はフローレンス杯連邦刑務所に収監されている。ありがとうございます。